どうも、林刑事さん、社会学者リッキーです。今回は不思議なくらい多くの YouTuber やブロガーが取り上げてきたホオジロザメに関する疑問がテーマです。映画ジョーズのモデルにもなったホオジロザメはおそらく世界的に最も有名かつ人気なサメです。恐竜の中のティラノサウルスのような存在で、生物学的統計学的に妥当かは別にして、サメの代表として認知されていることは間違いありません。ではなぜそんな人気かつ有名なホオジロザメが水族館に展示されないのでしょうか。すでに同じテーマの動画や記事がたくさん上がっていますが、あんまり納得できるものが個人的になかったので、今回は僕なりにホオジロザメはどんなサメなのか、なぜ水族館にいないのか、かつて飼育した事例はあったのかなどについて解説をしていきます。まずホオジロザメがどんなサメか、飼育が難しい理由に関係してくる部分を重点的に紹介していきます。ホオジロザメはネズミザメ目ネズミザメ科ホホジロザメ属に分類されるサメです。ちなみによくホオジロザメと表記されがちですが、魚類学会などで用いられる標準和名はホホジロザメです。全長はおよそ3メートルから4メートル、大きい個体では5メートルを超え、最大6メートル以上の記録もある大型のサメです。流線形で筋肉質な体、先が尖った吻先、三角形の大きな第一背びれ、三日月型の尾びれ、そして大きくて縁がノコギリのようになっている三角形の歯などが特徴です。世間で想像されるシャープで大きくて強いサメのイメージそのままで、めちゃくちゃかっこいい姿をしています。この姿から想像できる通り、非常に高い遊泳能力を持っており、ほとんど世界中の海に分布しています。またその力強い体と切れ味抜群の歯を生かして、大型の魚類やアザラシなどの海生哺乳類を捕食します。そんなホオジロザメは世界的に最も有名で、おそらく最も人気なサメです。以前別の動画で取り上げた通り、ホオジロザメを観察するケージダイブはかなりの経済効果を生んでいますし、日頃からサメをいじくり回している僕たちサメ好きでも、ホオジロザメに会える、触れる、手に入るってなると、やっぱり食いつきが違います。そんなホオジロザメをもし水族館で展示できれば、パンダが崇め奉るレベルの超人気展示になること間違いなしですが、現在日本はもちろん世界のどこもホオジロザメを展示していません。展示を試みたという事例は複数存在し、日本でも沖縄美ら海水族館などで飼育の実績はありますが、ほとんどが短期間で死亡してしまいました。現在ホオジロザメを見るには、標本や剥製で我慢するか、野生の子たちに会いに行くしかありません。ではなぜホオジロザメは水族館で長期飼育できないのでしょうか。ここでは水族館に魚を搬入して飼育するプロセスに沿って問題点を挙げていきます。第一段階、採集。まずはホオジロザメの入手です。水族館が魚を手に入れる方法は、1、業者や他の水族館から買う、2、自分たちで採集に行く、3、漁師さんたちから買ったり譲っていただく、4、すでに飼育している個体を繁殖させるという4つが主に挙げられます。このうち1と4は不可能ですし、2の自分たちで狙ってホオジロザメを捕まえに行くっていうのもかなり大変でしょうから、まあ、少なくとも日本では漁師さんの定置網に入った個体を買ったりいただくことになります。ホオジロザメが定置網に入るのを待つということ自体は、日本でならそこまで非現実的ではありません。実際に漁師さんなどに聞いた話によれば、報道されるのが少ないだけで、ホオジロザメは一定頻度で日本各地で混獲されています。しかしホオジロザメが定置網に入った場合、水揚げの時にホオジロザメが暴れて鋭い歯で噛まれたり、尾びれで叩かれるリスクがあります。まあ、尾びれくらいって思うかもしれませんが、高速遊泳する大型動物のヒレってマジで痛いです。僕もウミガメに軽く引っ叩かれたことありますけど、結構な衝撃でした。ホオジロザメの尾びれの一撃を本気で食らったら、下手したら骨が砕けると思います。さらにもしホオジロザメが定置網を噛み切ってしまうと、漁師さんはそれだけで億単位の損失を負う羽目になります。こうした事情から、ほとんどの漁師さんはホオジロザメなんてさっさと締めるか、それがダメというなら逃がしたいっていうのが本音だと思います。そのため入手よりも前の段階でホオジロザメが定置網に入った時に、生かした状態で水族館に協力してくれるよう漁師さんと話をつけておくことが重要になってきます。第2段階、輸送。続いては魚の輸送です。捕獲された場所から水族館までホオジロザメを運ばないといけません。運ぶためには、生けすなどの中を泳いでいるホオジロザメをトラックに乗せられる荷台に入れる必要がありますが、まあ、この時点で難しそうですね。沖縄美ら海水族館がジンベエザメを輸送する様子を見てみると、複数の人が生けすに入って荷台に導いているようですが、まあ、これをホオジロザメでやりたくないですね。なんならジンベエでも危ないです。
さらにどうにか乗せたとしてもホウジロザメの呼吸を確保するという問題が生じます。ホウジロザメはラム管水、つまり泳ぎ続けることでエラに水を送り込み酸素を吸収しています。つまり泳ぎを止めてしまうと呼吸ができなくなり命に関わります。しかもホウジロザメは他のサメ類よりも体温が高く代謝量が大きいため、おそらく酸素の消費量も多いはずです。そこで輸送にはホウジロザメが泳ぎ回れるほどの超巨大な輸送タンクを用意するか、速いスピードで泳いでいる時と同じくらいの勢いで口に水を流し込み続けるなど、かなりお金と手間がかかる対策が必要になります。もちろん呼吸さえ確保すれば良いのかと言われればそれは分かりません。狭い場所に閉じ込められる、筋肉を動かせないなどの状態がホウジロザメに何らかの悪影響をもたらす可能性はあります。第3段階、搬入。水族館までホウジロザメを輸送できたらいよいよ水槽への搬入です。ここで気になるのが、そもそも長期で飼育する前提でホウジロザメを搬入できる水槽があるのかという問題です。全長3メートル以上に成長する常に早く泳ぎ回るサメを飼育するにはそれ相応の広さの水槽が必要です。ホウジロザメよりも大きく同じく常に泳ぎ続けるサメ、ジンベエザメを長期飼育している沖縄美ら海水族館では、水槽の短い方の幅がジンベエザメの全長の3倍はないと回る時の速度が落ちて沈んでしまうという経験則のもと、ジンベエザメの制御を長期飼育、そしてやがては繁殖できるようにと、あの黒潮の海大水槽を作りました。水の総量は7500トン、深さ10メートル、幅35メートル、奥行き27メートル。ジンベエザメの制御は10メートル以上になるのでやや奥行きが短いですが、実際に長期飼育できているので許容範囲と言えそうです。ホウジロザメはジンベエザメよりも小さいですが、おそらくジンベエザメよりは早く泳ぐので、仮に全長の5倍の幅が必要と仮定した場合、小さい個体を飼うにしても短辺15メートル、制御なら短辺25メートルの大きさは最低限欲しいです。もちろん水槽が妙に歪んでいたり、変なところに柱があるなど、大回りで泳ぎにくい水槽は NG です。この時点で日本だと沖縄美ら海水族館の黒潮大水槽か名古屋港水族館のメインプールなど、ホウジロザメを飼育できそうな場所がかなり限られてしまいます。ちなみに美ら海の黒潮の海大水槽は世界で3番目くらいの広さなので、海外でも事情はそこまで変わらないと思われます。ホウジロザメを飼育するなら、こうした超大規模水槽をホウジロザメのためだけに捧げるか、もしくはホウジロザメ飼育用に一から水槽を建設する必要が出てきます。第4段階、飼育。採集、輸送、搬入、すべてがうまくいったとして、長期飼育にも課題があります。ホウジロザメは本来外洋の広い海を泳ぎ回り、インド洋を横断するような地球規模の回遊をするサメです。そのため、限られたスペースでの遊泳に慣れることができず、体をガラスや壁で傷つけてしまう恐れがあります。実際長期飼育に成功しているサメでも、常に泳ぎ続ける沖の方を泳ぐサメ、例えばアカシュモクザメやクロヘリメジロザメなどを見ると、ガラスや壁で擦ったとおぼしき傷がついていることがあります。また当たり前の話に聞こえるかもしれませんが、そもそも飼育した実績がかなり少ないので、何か問題が起きた時に全て手探りの現場判断で対応しなければならないというのも飼育の難易度を上げる要因だと思います。ホウジロザメも幼魚の頃は沿岸域で過ごしているようなので、小さい個体を搬入した場合は多少水槽に慣れてくれるかもしれませんが、制御でも安定して生きていけるのかというのは完全に未知数です。まとめると、水族館にホウジロザメがいない理由としては、ホウジロザメを生きた状態で入手するのが困難、水族館まで運ぶ際に窒息などで弱ってしまうリスクが高い、そもそもホウジロザメを飼育できるほど広い水槽がほとんどない、狭い環境にホウジロザメが適応できない可能性が高い、などが挙げられます。個人的に水族館関係者や漁師さんの話を伺った感じでは、水槽に入れてからがどうこうっていうよりも、健康な状態で捕まえて運べるかというのが課題として重要な気がします。また生物学的に絶対に展示できないっていうよりも、そこまで手間やコストをかけてさらにすぐ死んでしまうリスクも負って展示するかどうかという、経営とかコスト判断っていうところの問題も大きいと感じました。このなぜ水族館にホウジロザメはいないのかというテーマは、すでに他の YouTuber やブロガーが取り上げており、僕が紹介していない理由を挙げている人もいます。ここからはそうした理由が妥当なのかを僕なりに解説していきます。よく言われている理由1、餌の用意が大変。ホウジロザメの飼育が困難な理由として、餌の確保を挙げる人は多いです。
よく言われているのが、ホウジロザメは水面近くにいるアザラシやオットセイを襲うので、そうした肉を用意するのは大変だし、水族館の人気者であるアシカたちを餌にするのはいろいろとまずいのではないかという感じです。人気者じゃないアジやイワシは餌にしていいのかっていう話にもなるんですが、これについてホウジロザメは海生哺乳類以外も捕食するので、おそらく問題ないだろうというのが僕の見解です。ドキュメンタリー映画ではオットセイに豪快に噛みつくホウジロザメの映像ばかり流れますが、実はホウジロザメの胃内容物を調査した研究では、他のサメ類や魚類なども多く食べていることが分かっています。確かに成魚になると海生哺乳類を食べる割合が高くなるようですが、それしか食べないわけではありません。またホウジロザメは死んだクジラの肉を食べる、いわゆるスカベンジャーとしての食性も持っているため、もしかしたら家畜の肉なども食べてくれるかもしれません。したがって餌の確保は一般の方が想像するよりは課題にならないと思います。よく言われている理由に、ホウジロザメは繊細でデリケート、ホウジロザメは凶暴だけど意外に神経質だから、水槽に入れると餌を食べなくなったりストレスで弱って死んでしまうという説明がよくされています。まあこれは完全な誤りっていうわけではないですが、いろいろと雑に感じます。まあ、そもそも広い海を泳ぎ回るように進化してきた生物が閉鎖空間で弱っていくのを察して、繊細ってなんかひどくないですか。砂漠に放置されて脱水症状を起こしてる時にラクダから人間ってヘボって言われたら、ちょっとムカつきません。また餌を食べなくなることについて、これは確かにそうなんですが、別にホウジロザメに限った話ではありません。水槽に入れたばかりのサメが餌をなかなか食べてくれないっていうのはよくあることで、海のゴミ箱とか悪食いなんて言われているイタチザメも飼育当初は餌を食べてくれないということがあります。さらにストレスで死んだという説明も、よく分かっていないややこしい要因をとりあえずストレスという曖昧な言葉でまとめている感じがします。ホウジロザメの生態自体が分かっていないことが多く、むしろそれを解き明かすための飼育という部分もあるので、ストレスという言葉にまとめられている未知の要因、例えば水中に溶ける酸素の量や感染症など具体的な要因に着目していく必要があります。このように非常に飼育の難しいホウジロザメですが、実は過去に長期と呼べる期間の飼育に成功した水族館がありました。その水族館というのがアメリカのモントレーベイ水族館です。このモントレーベイ水族館ではホウジロザメを複数回展示し、そのうち1尾はなんと196日の飼育に成功しています。ではどのように長期飼育を成功させたのか、搬入や飼育の方法、飼育で発見されたことなどを見ていきます。まずモントレーベイ水族館では展示対象を全長137センチから164センチ、体重は 25.2 から47キロの幼魚に絞り、刺し網で混獲された個体を入手したり自分たちで捕獲しに行きました。ちなみに魚全体で見れば130センチ以上の魚というのはかなり大きいですが、ホウジロザメは1メートル以上の赤ちゃんを出産するので、130センチから160センチというのはまだ1歳にもなっていない赤ちゃんです。そして捕獲されたホウジロザメをいきなり水槽に入れるのではなく、岸から2キロ以上離れた場所に設置された直径40メートル、深さ11メートルの生けその中にまず搬入しました。ここで捕獲時のストレスから回復させた上で、人から与えた餌を食べることに慣れさせます。この時の餌はサバやニベ、ハガツオの仲間の他にキングサーモンなどが与えられました。そして10日から25日間ほど生けすで飼育した後、ホウジロザメを網ですくい出し、250リットルのビニールタンクに入れた状態で岸まで船で運びました。岸に着いたホウジロザメはその後、水量11356リットルのタンクに入った状態で6時間かけてモントレーベイ水族館に運ばれました。ちなみに11350リットルというのは一般家庭のお風呂に例えると大体56杯分です。一匹のサメのためにそのサイズをトラックで運ぶっていうのが、もうかなりスケールがでかいですね。運ばれてきたホウジロザメが搬入されたのはアウターベイエクゼビットという水槽です。この水槽は横幅27メートル、奥行き15メートル、高さ10メートルで、水量は約4542トン。キハダマグロやシイラ、アカシュモクザメなどの魚がすでに展示されていました。先ほど計算したざっくりの最低基準を一応満たしたサイズの水槽だったようです。搬入されたホウジロザメは生けすで鳴らしたことが効いたのか、すぐに沈んだりすることなく水槽の中を泳ぎ回ってくれました。当時実際にモントレーでホウジロザメを見たという方にお会いしたことがあるんですが、大きな銀色の魚が泳いでいて、よく見たらホウジロザメでびっくりしたとおっしゃってました。生きてるホウジロザメが放つ光沢ってめちゃくちゃ美しいでしょうね。
展示されたホウジロザメはロープで吊るされた餌の魚を与えるという方法で毎日給餌されていました。しかし展示された個体の中には底の方を泳ぐばかりで餌を食べないので、すぐに放流されたサメもいたらしく、またホウジロザメは搬入してすぐは他のサメなどに餌を奪われてしまうこともあったようです。そんなホウジロザメも飼育して1ヶ月経つと他の魚に対して攻撃的な姿勢を見せて牽制するようになります。ただ毎日餌を与えられていたためか、手当たり次第に他の魚を食べることはしませんでした。ちなみに餌はイケスの時と同じような魚が与えられ、一番よく食べられていたのがキングサーモンでしたが、サメによっては他の餌も食べたり、逆にサバに偏ったりと個体によって好みが分かれていたようです。気になるその食事の量ですが、モントレーベイ水族館で飼育されていたホウジロザメの幼魚の毎日の食事量は体重の 3% から 3.5% でした。サメの中ではかなり多い方だと思いますが、バンドイルカなどは体重の 5% 以上食べることもあるので、ゲイ類に比べれば控えめな方です。そして飼育されていたホウジロザメはすくすくと成長していきました。飼育されていた5個体の全長と体重の成長率を見てみると、198日飼育された個体が全長約40センチ、体重は45キロ成長しており、他のサメも短期間で全長と体重が大幅に増加しています。これらの成長を年間ベースで計算すると、1年で全長56から92センチ、体重は63から84キロ増加する計算になります。もちろん飼育下で得られた情報なので、野生でも同じように大きくなるかは分かりませんが、ホウジロザメのライフスタイル自体が不明なことが多いので、こうしたデータが得られること自体非常に意義のある飼育だと思います。最大190日以上というのは現在も破られていないホウジロザメの飼育最長記録ですが、現在モントレーベイ水族館ではホウジロザメを展示しておらず、今後の予定もありません。最長記録のホウジロザメも含め、全ての個体が発信機をつけた上で放流されています。現在展示していない理由として、巷のブロガーや YouTuber が挙げているのが、ホウジロザメが水槽内の他のサメを食べてしまったからというものです。確かに展示中のホウジロザメが異国エイラクブカというサメを2尾ほど噛み殺し、尾びれのあたりを食べてしまうという出来事はありました。しかし実はこの事例は最初に飼育されたホウジロザメである識別番号0401の出来事であり、それ以降のホウジロザメはたまに他のサメを追い回したり噛みつくことはあっても、他の魚を捕食することはありませんでした。沖縄チュラミ水族館に僕よりも年上で迫力がすごいオオメジロザメがいるんですけど、あの子なんてもういろんな魚とかサメを血祭りにあげてきたんで、まあ、それに比べればだいぶ控えめな方です。モントレーベイ水族館の公式見解としては、もともと調査目的で展示しており、その調査が終了したからホウジロザメ飼育のプロジェクト自体も終了したとしています。ただ当時の映像に映るホウジロザメの糞先がかなり傷ついていたので、こうした健康状態も考慮されたでしょうし、そもそも輸送などのコストがかかりすぎる、2011年に放流した個体がすぐに死んでしまったなどの理由も関係していると思います。以上がホウジロザメが水族館にいない理由と過去に長期飼育した事例の解説でした。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。最後にホウジロザメを水族館で見たいか、もし水族館で見たいならどうすれば飼えるのか、そもそも水族館で飼育すべきなのか、これらについて皆さんの感想やご意見などをいただけると嬉しいです。こんな風にこのチャンネルでは生物の生態や環境問題について発信を行っているので、こういうのを一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録や各種 SNS のフォロー、そして僕が運営しているサイトボードギルのチェックをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならブカ、バイバーイ。